この人どれくらい飛んでいられるんだろう。上にあるよ、スタミナとか腹減りみたいな。ああ、なるほどね。うん。砂ってどこで手に入れんだろうね。ねえ。うん。でかい雪山だね。ほんとだね。あら、なんか。あら。なんだい、ここは。変なキノコみたいなのがいる。ほんとだ。あ、モンスターだ、名前あるわ。あら。キノコみたいなのもいるんだ。ねえ。おー。おー。おー。わー、すごい。やばいやばい。やばいやばい。オオカミもいるな。そう、あの光ってるのは何なんだろうね。サメもいる。サメ？うん、へえ。サメみたいのがいた。あ、ここ、ここ魔法の場所ね。はあはあはあ。ああ、狼もいるし。でも、ここら辺の素材が欲しいんだよね。欲しいね。狼とかもテイムできるのかな？めっちゃ強そう。そしたら。ね。超怖え。ドラゴンとか飛んできてヒューとかって火吹かれたりとかしないの？大丈夫？あ、でもあるんじゃない？怖い怖い。あ、なんかあそこで戦って誰かやられてた。狼が何かを倒してたな。あ、透明のなんかいるよ、右側に。ほんとだ。幽霊だ、幽霊。これまた違う感じの。これ魔法系なのかな。あ、やばい、スタミナが。そろそろ一回降りてあげないとダメ？もしかして。そうだね、降りたいけど。ラプターおるな。ラプターいるね。大丈夫？まだギリギリ大丈夫。スペース、はあ、スタミナ回復。これ何なんだろうね、この光ってんのね。ねえ、特に入ったから何かあったわけでもなさそうだけど。あ、そうなんだ。うん、なんか降りてきたけど。え、ほんとだ。え、出れなくなっちゃった。物資箱だって。ほう。取った取った。あ、取ったんだ。うん、取った取った。あぶねえ、どっか行っちゃうとこだったよ。こんなとこで置いてかれたら大変なことだよ。ああ、でもアークでもあったね。うん。何かと思ったよ。すごい素敵な湖が浮いてる湖があるけど。ね。砂漠がないね。ね。砂が欲しいんだからね。あっちの方にも物資があるってことかな。あ、なんかあるわ。あるんだ。ちょっと危ないエリアを越えなきゃいけないけど。あら、サバイバーレベル55が必要です。だって。あら、まだダメなんだ。赤いのはダメなんだ。なるほど、緑のやつじゃないとダメなんだね。着地してスタミナ回復したけど大丈夫？あ、今んとこまだ大丈夫。どうしよう、砂漠っぽいのがないよねえ。え、この辺砂あるの？さっき来たとこだけど、あれ砂なんかな。え、ちょい左側のとこ丸い点になってるやつ。
いや、点はなんかクエスト的なのでしょ？これ。これ？落ちてしまいそうなさ。そこ。そこ降りる。そこ降りちゃうか。穴開けたら落ちちゃうか。わあ、気絶した。マジ？おお、何ここ？ヒーフ、超雷鳴ってんじゃん。おお、マジで？土じゃん、土じゃん、これ。これ土だ。土だった？うわ、すげえすげえ。逃げろ。やばいやばい。雷落ちたんだな、今。落ちたんだね。ビリーって言って。怖い。あ、これアルマジロみたいなやつ。え、あ、ほんとだ。あれ、ちょっとかわいい。あー、燃えてる燃えてる。あ、家とか燃えちゃう、もしかして。あ、やばいやばい、怖い怖い。おー、落ちた落ちた。お、すげえ、なんかキラキラしてる。わあ、ほんとだ。あ、ちょっと綺麗。撮りたい素材なんだろうなぁ、この辺。ねえ。あ！死んじゃった！え？雷落ちた！やばいやばい、やばいやばい。ピーコが。え？あ、ラプターが、ラプターが。どうしたらいいの？どうしたらいいの？あ、ラプターが。あ、水の向こうか。来るのはきついでしょ。また雷に撃たれた。歩いてるだけなのに。あ、生きてた。乗れないね。乗れた。乗れた。乗れた。おう、もう私のアイテム落ちてないよね。見えないんだよね、どこにあるのか。もう2回も3回も死んじゃったからなくなってるよね、きっとね。ああ、なるほどね。ああ、なるほど。今ポータルって2階の、うん、屋上に、うん、開いたけど、うん、この世界の、うん、いろんなバイオーム、うんで、うん、なんだろうな、鉱石とか、うん、物が見れる、物が見れる、うん、2階に設置したの？うん。草原、熱帯、魔法の町。ああ、これが砂か。どうやって帰るのこれ。またポータルに入れば。ああ、なるほどなるほど。はあ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 。ラプターが動いてる状態であったから、うん、多分あれなんじゃないかと思うんだよね。テームしたやつ、うん、が情報としてここに出てくるのかなみたいな。あー、すごい鉱石もたくさん種類あるね。うん、砂あった？砂漠っていうの見に行ってみた。オッケー。オッケー。ああ、無言で作業しちゃったぜ。マーが死んだところで、うん、ピーコがラプターに
襲われててさ、うん、で襲われてたからなんとか俺のラプター、うん、ラプターじゃねえかこいつか、うん、トリケか、うん、と戦って倒したら戦利品がこれ何あれ何それこれラプターの爪あらららら爪手に入れたから、うん、爪この爪1個であの武器が作れるんだけどさ、うん、今攻撃しに行ってみたら剣より全然攻撃力高かったからマーノは1個しかないあ挟まったやんけマーノは1個しかないなんですごい結構強いんだよこれそれは強いだろうさうん、それは強いだろうさこれだけなんか1発から2発ぐらいへえ生肉とピーコのための餌を取らなきゃあれね肉が取れない取るなよ肉えマンの肉取るなマンの肉を取るな。ピーコに餌をやるんだぞ。え？なんで取るんだよ、マンの肉。取るなって言ってんの。やろう。何すんだよ。取るなよ。何すんだよ。マンはピーコの餌を取りたいの。え？邪魔すんな。めっちゃ肉増えたやろうそうやって強いから強くなったからって調子に乗りやがってこのラプターレベル44かレベル44欲しいなお前えレベル44のラプターってなんとか言ってるよ何が通り過ぎてったあいつ欲しいあいつに当たっちゃったなあんなとこで寝られると困るなそし戻ってくんじゃないの戻ってこいや戻ってこいややばい来た逃げろやばい死ぬ気が邪魔あ当たんねえあいつちょろ来た俺もろとも、俺もろとも。ギリでした。危ないね。骨折してら。お、いった。寝た。やべ。あ、ジャンプはできるのか。骨折れてても。なんで取ったらストーンアローに戻っちゃうんだ。もう、塗ってた毒がなくなりましたってことなのかな。ねえ。肉いっぱい持ってるから大丈夫だね。うん。さっきマーの邪魔して取ったもんね。え？そんなことはないよ。肉いっぱい持ってるから大丈夫でしょ。100個ぐらい持ってるけどさ。マーの邪魔して取ったからそうやって。そんなことないよ。そんなことするわけないじゃない。死んだ大丈夫かカエル超強いそうなんだカエルと戦ってたんだカエル捕まえてやろうと思って、うん、カエル超強い強かったんだこの野郎カエルめちょっと強いのがゲットできたねねえこいつどうしようかって感じで手狭になっちゃったよ本当だね
邪魔だもんだって。非常に。ねえ、もう端っこに追いやられちゃってね、みんな。怖ーいってなっちゃって。そういう状態でしょ？どうしてくれようか。また広げるしかないんだね。ねえ。大した冒険にも出ず。いや、大冒険だったでしょ。雷に撃たれて死んじゃったんだよ。いや、あんなのあるんだね。ねえ、雷に撃ち落とされたって言った方がいいのか。ね、よく当たること。ほんと普通にあの地面歩いててもこうね、ドカーンと。そうそうそう、何度も何度も。ピコレベル16になってる、いつの間にか。でステータスも触れるからさ、それ。マジで？うん。どこで？インベントリー開いたら。あ、ほんとだ。スタミナ上げてあげようかな。重量を上げてあげる方がいいのかな。持ち運びにするのか戦いにするのかみたいな感じだろうね、でも。ああ、そうだね。でも戦いにはしたくないな、この子。死んじゃいそうだもん、だって。戦いにするならラプターでいいよ。まあそうだね。うん。卵冷蔵庫の中入れられるんだ。あ、そうなんだ。孵化するのかね、そんなことして。もう死んじゃうよね、冷蔵庫入れちゃったら。ね。あっ、突然飛び出したぞ。何が？みんな攻撃しようとしてる、何かに。もしかして俺卵取ったから。あ、プテラがいる、プテラがいる。あ、上から見れない。何と戦おうとしてんの？なんかプテラが、あれ、どこ行った？あー、外にあるもん全部ぶっ壊したよ。ああ、家壊すぞこいつ。マジか。うん、壊してる。じゃあ俺が出ていこうじゃないか。うわ、来やがった。卵出したからだな、こいつか。ほらほらほら、返り討ちしたったで。死んだ、うん、家多分かなり攻撃されてたよ。あ、ほんとだ。藁が必要みたいね。危ない危ない、ピーコが外に出てっちゃう。危ない危ない、捕まえたよやっと。卵出した途端に襲われるとか。よし、じゃあ今日は大冒険もしたことだし。はい。何よりね、プテラノドン捕まえられたからね。うん、空と、ね、そう、空飛べるようになったのがね、うん、一番嬉しいですね。だいぶ移動ができるようになったね、これで。そう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 、この子はピーコって言います。どうぞよろしく。あとはしっかりやられないように。俺の方はね、ちょっとやられちゃったから、ピーコ守るのにやられてしまいました。すいませんでした。マンが雷に打たれて落ちたからですね。次はじゃあリュウさんのピーコも捕まえましょう。リュウさんのピーコ、ね、リュウさん用のピーコも捕まえないと。基本的にはもうピーコなんだね。そうだね、飛ぶから。飛ぶからピーコ？鳥。鳥は、あ、なんかオウムとかインコとかそういう系の。鳥は大体ピーコでしょ。ピーピー言うからピーコなんじゃないの？たまにピヨピヨ聞こえるじゃん、どっかで。違うとこだと思うけど。まあ、ピーコの方が可愛いからってことで。ちゃんとクラもついてますからね、乗れるようになってます。はい、ということで、
じゃあ次回また再び砂を求めてっていう感じかね。そうだね。今日は手に入れられなかったから、うん、はい、ということで今日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、じゃあまた次回よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お疲れ様でした。はーい、はい。